どうもただいまはい、ということで、はい、急に動画を撮りましたリントです。はい、で今日は何の動画かと言いますと、最近ね、なかなか動画アップできてなかった期間がね続いてたんですけれども、なんて言うんだろう、方向性、動画の方向性とかをちょっと考えていこうかなと思って、いろいろね模索したんですけど、なかなかねっていうところで、まあ一番自分に合うところはどれなんだろうなっていうので、この撮り方にしてみようかなというところでございます。ということでね、はい、急に始まりましたけれども、はい、ということでね、 Vlog っていう形で撮っていこうかなと思います。で今ね帰ってきて、とりあえずね動画を撮り始めたというところです。はい、でね、そういろいろねこう企画とかやりながらそのやってったんですけれども、なんか企画というか、なんか分かりやすいような動画のね構築とかやってこうかなとかいろいろしてたんですけど、なんかそういうのやっていくと、なんかなかなか自分らしさっていうのが出てなくて、なんか違うなと思って、なんかちょっと動画モードっていうか、まあ凛とらしくないっていうかっていうのが続いてて、で生放送の方がね、まあ凛とらしい感じなんですよ。すごいなんか作業しながらね、帽子後で片付けて鍵後で置いてこようっていうのでね、鍵ここに置いたりで、その凛とらしい感じにっていうので、まあなんだろうな、撮りたい時に撮りたいタイミングで撮るのがいいかなと思って、でなんか本当に着飾らず自分らしくっていうのでやっていこうかなっていうところだったので、今こんな感じの撮り方をしてみてるんですけど、結構今のこの撮り方楽ですね。で今ねいつものリビングのテーブルなんですけど、ちょっと遊戯王カードをね少しデッキを組んでたりとかして、今作ってるのがねヌーベルズっていうデッキなんですけど、そのヌーベルズデッキをね作ってて、このポアソニエルド・ヌーベルズっていうこの女の人が綺麗、これこの女の人が綺麗、まあどうでもいいか、はい、っていうところでね、自分らしくっていう感じで動画を撮ろうかなと思って、急に回してみた所存でございます。ただやりやすいかもこの方が。で今まで週に2回とか毎日投稿とか、こう自分のね生活のペースに合わせていろいろやってたんですけど、生活のペースに合わせながらいろいろやっていったものの、なんて言うんだろうな、いや全然苦でもないし、皆さんが求めてくれてるものとか、皆さんが見たいって思ってくれてるものっていうのでやってるから全然いいんだけど、でもなんだろう、その思ってるもの、見てくれ、見たいって思ってくれてるものになってるもののちょっと違うなっていう部分っていうのが私の中であって、でよく言われるのが、そのリンとさん、もしくはリンリン、私ねリンリンって呼ばれてるけど、リンリン の, その日常の生活とか普段のこととかをどんな感じなのかっていうのを見てみたいっていうのを言われて、まあこのスタイル Vlog 形式かなでやってみようかなって思っております。で今ね撮りためた動画とかもいろいろあるのよ。いやこぼしちゃった、ドレッシングこぼしちゃった、あードレッシングカードの上にこぼしてしまった、大丈夫、すぐ拭き取れた、大丈夫。で撮りだめた動画とかの編集をしようと思ってたんだけど、なんかちょっと動画モードの私なのよ。で動画モードの私になると極端に面白くなくなっちゃうんだよね。素の状態じゃないんで、私自身が見てても面白くないなっていう風になるので、まあこういうのもね加味して、もうなんかその撮りたいタイミングで撮ってっていう感じにしていこうかなと。で Vlog という形式にして、なんだろうな、もっと親近感のあるようなふわっとした感じをやれたらいいんじゃないかなと思っております。なので今後は、今ねインスタに毎日その見たいって言ってくれててっていうのでなんですけど、まあ私も見せたいっていうのもあってなんだけど、それが楽しいから、なんだろうな、見てほしいっていう承認欲求よりは、なんだろう、エンタメとしてなんか見たいって言ってる人に少しでも届けばいいなっていうのと、その発信をするっていうのとか、文章を作るとか、これを見て誰かが喜んでくれるかなっていうことを、一個ずつやっていくのが、私楽しいん
ですよね。それがなんか守備というか生きがいというかストレス発散にもなるというか、分かってもらえるかな、承認欲求とかじゃないんですよ。その何誰かが見ていいねとか楽しいねっていうのを何か一緒に共感できることを私が発信した内容で行えてると、なんて言うんだろう、それが本当にストレス発散だから、なんか自分のなんだろう生活を外に出すっていうこと自体に抵抗感は全然なくて、まあこれがね彼女がいたりとかパートナーシップっていうところでねあれば、そこはねちょっとぼやかしながらやらなきゃならないところですけど、まあ今一人だからねって考えた時に、一人だったら全然やっちゃっていいかなっていうので、うん、出してるっていう状態ですかね。うん、でなんかそれを見て楽しいって言ってくれる人がいると、おお楽しいって思ってもらえるんだったら、あじゃあもうちょっと出しとくかみたいなっていうとこですね。なんか SNS 自体はなんかまあ私のストレス発散にもなってます。 YouTube も Instagram も TikTok も、Twitter もあと Facebook もかっていうところの SNS っていうのは私のなんか吐き口というか、ちょっとした、まあ、心の中で抱えているものをポンって出してストレス発散にもなるし、それを見てね楽しんでくれてる人、まあ私の場合ストレス発散の愚痴っていうのはあんまり外に発信してないんですけど、っていうところでまあいいかなっていうところです。はい、で撮ってみました。で今日はなんかご飯でも食べながらお話できたらなっていうところで、まあ、ご飯食べてる途中でね動画止めちゃうかもしれないけど、喋ることなくなったらね、はい、ということで今日はね、なんかね、セブンイレブンのニート、なんだっけ、ニート、違う、ミックスコン、肉盛りミックスコンボ、税込み526円と、ツナサラダに、ごまどれをね、かけている感じです。まあ、なんかちょっと食べながらね、お話でもしていったらと思って撮ってます。今後多分こういう動画が増えると思います。サクッと撮ったやつ、もうほんと Vlog 的な、多分そっちの方が私っぽいんですよね。なのでそんな感じの動画撮ります。ここからね駐車場が見えるんですよ。で駐車場が見えてね、駐車場にいる人はこっちを見てる。カーテン閉めるって話だね。カーテン閉めると暑いのよこの時間。今ね7時もう一個携帯あるわ、こっち見ればいいわ。7時13分、そこのね時計ね、お風呂上がりとか朝の忙しい時間に見る時計だから、ね、15分ぐらい遅らせている。そこで見るとね7時半なんですよ。ただ7時半の時計をね朝見ると焦るのね。朝脳がちょっと死んでるから、パッて見た瞬間いやってなって、おい仕事行かなきゃみたいな感じで、ね、仕事行くからちょうどいいんですよ。はい、とりあえずそんな感じですね。今後は Vlog っていう感じで、撮りだめた動画はなんか私なりに編集をして消化はします。撮ってるんで、なので消化はするんですけど、うん、で今日はねなんか泡まで買うカルピスソーダ、泡まで買うが見てなかったな、普通にカルピスソーダだと思って。で Vlog 形式なんで、あんまり字幕とか凝った編集とかもしないでやろうかなってところですね。うん、いただきます。いけない、うん、食べちゃった。いただきます。一応礼儀としてっていうか、自分らしくというかな、自分の信念、なんだろう、凛との気持ち的に、なんて言ったらいいんだろうね、日本語ってでもないけど、挨拶って大事だなってすごい思ってて、そのこといただきますもそうだし、あとごちそうさまもそうだし、ありがとうとごめんねもそうだし、おはようございます、こんにちは、こんばんはとかの挨拶も大事かなって思ってて、そうで今その挨拶大事だなって言いながら、いつもの YouTube の挨拶してなかったね。リンリンハローパーラレールリンパラレルのリントです。ここでかっていうね。うん、でまあ挨拶とかそういうのをねちゃんとしながらやっていけたらいいなってよく思っております。一時期賛否あったけど、なんか
ファーストフードだっけ、なんかどっかの安い牛丼屋だっけで食べた時に、ごちそうさまでしたっていうので、なんか SNS で論議されてたよね。ひろゆきさんとかよしきさんとかが、ん？言ってた気がするんだけど、なんか挨拶する人はなんだっけ、低所得者が多いとかって、どっちでもええわと思いながら見ながら、私は挨拶するよって思ったのと、挨拶って低所得者だろうが高所得者だろうが人間としての礼儀じゃねって思う部分があって、コンビニでさ買ってさ、いろいろ袋詰めてもらったりとか、まあ、レジ打ちしてくれたりとか温めてくれたりとかしてもらった後に、まあ、店員さん側はね、ご購入ありがとうございましたっていうありがとうございましたは分かるんだけど、こっち側もありがとうだと思うんだよね。あ、やってくれてありがとうって店員さんに対して。だから普通に私買い物したとかに、ありがとうございましたって言われて、こっちもありがとうございましたってとか、どうもですみたいな感じでちょっと会釈したり、なんか柔らかい言い方とか、あまりにも堅苦しいありがとうございましたを言う、まあ普通に言ってる時もあるなけど、まあふわっとね、ありがとねみたいな感じで店員さんに伝えることよくあって、一回友達と揉めたんだよ、コンビニの店員。それは当たり前の仕事でやってんだから挨拶する必要ねえだろうって言われたんだけど、当たり前が当たり前だと思っちゃいダメだと思っててっていうふうに私は思うから、その友達とはなんか、あ、この人、友達にランク付けするのもね、よろしくないお話なんだけど、この人はなんか、友達ってほど友達じゃないのかもしれないっていう気持ちに少しだけなって、そっか、そういうやつなんだ、とかと思って。すげえなんかできと怒られたんだよね。別にそんなこと言わなくていいだろうって、なんかバカじゃねえのぐらいに言われちゃって。バカじゃないけどね、と思って。っていうので、なんか、幻滅しちゃったなっていうのはあったけど、この鶏肉美味しい。飯食ってるのあれだね、動画が繋がんなくなるね。美味しい。これ帰ってきたタイミングでご飯食べるからな、このタイミング大事なの。でも動画撮ろうって思っちゃって、おいしい。あ、ポテサラあったんだ、ここに。すごい申し訳程度のポテサラ。おいしい。もうちょっと欲しいな、ポテサラ。買えばいいか。そんな感じでね、挨拶ぐらいしたらいいのにっていう、なんか当たり前が当たり前じゃないっていうのはよく思ってて、それこそね、結婚して夫婦生活始めてとかでさ、奥さんがご飯作るの当たり前とか、家事やってて当たり前とか、専業主婦なんだからあれやってて当たり前とか、専業主婦だったとしても全部やれない日だってあるじゃん、コンディションもあるし、じゃあお前は仕事ってサボらんのかっていうふうに言いたくなるんだね、そういう段階ね。仕事でも手抜くときって手抜くじゃん。で、まあ、やることはね、できる限りやるけど、やばい今日できなかった明日にしようなんてことっていっぱいあるしね、まあ本来その日にやらなきゃならないことっていうのもあると思うんだけど、でもそういうことっていっぱいあると思ってて、のくせしてなんか奥さんが家のことやってなかったら激怒する旦那さんの話を聞いた時とかに、あとニュースでもまあよく見るじゃない、を見た時に、いやたまに手を抜く時だってありますわ、ね、手を抜いた結果コンビニ弁当でしたとか、お惣菜ね買ってきたやつのちょっと合わせとちょっと炊いたご飯とお味噌汁だけ、ただおかず作る余裕なかったからお惣菜なんだよねとか、でもなんでお惣菜なんだよとか言う人とかいるじゃない、あれを見た時になんか、いや、たまにぐらい手を抜かしてやれよとっていう気持ちになるし、それで怒るのも
ご飯出てきてるだけ良くない？で、例えばご飯出てこなかったとしてもさ、ちょっとご飯作るちょっと気力とかね、やる気が出なくてちょっとコンビニ一緒に行かないとかさね、提案してくれたりとかする人だっているだろうし、まあ提案がなかったとしても、でこっちから今日どうしたの、ご飯なくてって、あ疲れてたみたいな気遣いぐらい、うん、してあげてもいいんじゃないかななんて思ったりも私は思う。持ちつ持たれつなんじゃないかなって。私だって仕事で全然手抜くし、手抜くとき手抜くよ。今日はこの辺で、うん、その日やらなきゃならない仕事っていうものはやるよ。けど今日じゃなくても一旦明日に回しても大丈夫っていうものとか、一旦これ後回しでもいいっていう優先順位が低いものっていうのは、全然優先順位低かったら後にするもんね。例えばさ、洗濯物とかもさ、たまりに溜まってたら、まあ洗濯しないと臭くなるからねあれだけど、洗濯物もさ、そんなに溜まってなかったりとかしたらさ、なんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、一旦次の日でもいいかなって、今日やる気力ないからじゃあ次の日にしようとか、うん、っていうのもできるだろうし、だからなんかさ、そういうね、ちょっと気遣いぐらいあったらいいんじゃないのみたいな気持ち、はい、っていうところでございます。ありがとうはね、ありがとうで挨拶の話からこれになったんだけど、うん、まあね、挨拶は気にするのにね、ご飯食べながら喋るのは気にしないんだって言われたら、ごめん気にしないって言っちゃうけど、ご飯食べながらも喋っちゃうな。礼儀じゃないや、ん？行儀が悪いかっていうことを言われたら、あ、すみません、行儀悪いかもしれないですって素直に謝ります。なんか行儀悪いのも認めてくれる人だといいねあの別になんか手で食ったりとかしてないからさ、もうなんか談笑しながらご飯くらい食べたってね、お外じゃなければ。お外だったらちょっと気になるけどね、あのレストランとかそういうとこでね、くちゃくちゃ喋りながらっていうのは周りの目が気になるけど、お家だったらよくないみたいな、この動画で撮ってる分には誰かにご迷惑がかかってないので、これがもし嫌だっていう人は多分この動画をここでもう止めてるから、ところですね。なんかナポリタン多くね、ナポリタン弁当じゃん今ちょっとこうご飯をねこうやって避けながら食べてるんだけど、こう、ね、肉とか避けながらナポリタン食べようかなと思ってナポリタン出したんだけどさ、ナポリタン多くね、ナポリタン弁当じゃん。でもね、このお弁当に入ってるナポリタンって美味しいのよ。ナポリタンはね食べちゃうんだけど普通に、うん、好きなんだけど、なんかすごいこの砂感じで動画撮ってんの楽かも あとあれだね、リンとご飯食うの下手じゃねってなりそうか。何の話しちゃってね。あ、挨拶か。挨拶で当たり前は当たり前じゃないんだよって話をしてたんだ。当たり前は当たり前じゃないんすよ。何でもかんでもね、当たり前だと思ったらならない。毎日をね、大事に生きた方がいいと思う。なんか一日一日に感謝しながら、だって分かんないじゃん、明日気づいたら死んでるかもしれないしさ、で朝起きると思ってさ、寝たらさ、寝てる間に死んでしまったなんていうことだってなきにしもあらずでしょ。で考えると、なんか毎日に少しでも感謝しながら、当たり前じゃないんだよなっていうのとか、一緒にいてくれるのがそれが当たり前っていうふうに思わず感謝
しながら行っていくのがいいんじゃないかななんて思うし、だからね、だからそのさっき言ったサボったりとかっていうのもありだと思うんだよね。ちょっと力抜いて、肩の力抜いて少しやったりっていう感じでやってたらいいんじゃないかなってすげえ思うんだな。仕事ね、さ、そう、仕事の話もしてたけど、仕事なんて本当に手抜くもんな。手抜くときは本気出したらクソほど早いときは早いんだけど、よっしゃやったんでって1時間で終わらせたろみたいな感じで1時間で終わらせたりとかはすることもあるけど、本気を出す瞬間と本気を出さない瞬間っていうのがあって、 YouTube も本当それを本気出したときはすげえ毎日投稿とかしてたり、ちゃんとちょっと凝った方が編集とかしてたりとかしたけど、でもなんかね、自分じゃないんだよね、自分らしくないんだよ YouTube ってそれやった時って。だから自分らしい方向で今このこういう感じの動画になったんだけど、そうだから、うん、本気出せばできる日もあるけど、でも本気出ない日だってあるじゃん全然。するとやっぱりっていうところだよね。すっごいここが痒い、まあ、痒い理由があるんだけど、先週先々週ぐらいかな、あの実はあの謎の虫に刺されてちょっと病院に行ったんだけど、アナフィラキシーショックをね軽く起こして、軽度ので喉の奥が痒かったんだね。だから喉かいても関係ないよ、この中だから痒いの、この奥の中が痒くて、でこの辺もねまだねちょっと後遺症あるかな、もうないか、ここら辺もねかきむしって真っ赤になってたんだよね。でこの辺も痒いて、でこの辺もジンマシン出ちゃって、でねその日ねちょっとね夏バテみたいな感じになってて、で夏バテになってたから、なんか気がついたらかきむしって、でなんか免疫力が低下した結果アブケイって言われたんだよね。アブケイに刺されてアナフィラキシー起こしたんじゃないかと。私もともとスズメバチに結構刺されてて、で次刺されると危ないよみたいな感じで、で私エピペンだっけっていうあのこうブスって刺すやつね、あれを勧められたんだけど買ってなくて、買った方がいいかなって今思って、あの次ちょっとあの処方箋もらえませんかって相談しに行こうかなと思っております。だからねここなんかね赤いんですよ、見えるかな、うん、こうやって見るとでもちょっと痩せたね、痩せたいみたいな話はね以前ちょっとしたこと、あでも生放送でしかしてないからあれなんだけど、生放送でいっぱい喋ってることが多いんだけど、生放送が素です本当に。生放送のまんまな感じで動画を撮ろうかなと思って、おります。その時思いついたことを、うん、喋りながらっていう Vlog みたいな感じ。今日はとりあえずこのお弁当が食べ終わるまでは撮ってようかな。だから30分以上の動画になるんじゃない？サラダもう一個買ってなかったな。もうちょっとお野菜食べたい。うん。いつもこんな感じでご飯食ってるの。こっから1分ぐらいちょっと喋んないで、喋んないでっていうかいつも通りのご飯の食べ方をしてみますね生放送だと喋っちゃったりとか、これ動画でもね喋ってるんだけど、あのいつもの食べ方はねこんな感じです。
やっぱパソコン使ってないならメガネ外せばいいじゃんね。ゲップ出そう。炭酸じゃないですか。炭酸したんだ。ゲップ出そう。普通のカルピスウォーターでよかったけどさ。一応動画だからさ、思いっきりゲップはちょっとねって思って、はい、ということで動画に戻ってきました。はい。ゲフって出そう。こんな感じでご飯食べるの普通に独り言はちょこちょこ。さっきのメガネのくだりはね、本当に思った。そうパソコン用のね PC メガネなのよ。で、ブルーライト軽減とかで作業するときとか仕事してるときはね、ちょっとずつ視力が低下してきてて、この間健康診断行ったときが1.何歩の1.何歩、こっちが 0.9 とかだったかな。結構視力が低下してきてた。やばい、ゲップ出るこれ。グー出た。グーっつった。喉の奥にライオンいたよ。ライオン犬ガルルっつってガルルって出てきた。ガルルじゃないな、グーだったね。あんな感じでご飯食べてます。あと残り食べたら終わりなの動画撮ってよ。ちなみにどうですかね、こういう撮り方。めちゃくちゃ砂状態の私、後で洗います。洗って捨てるので一旦ゴミ袋に入れといて、うん、もうこんな感じでね動画撮っていこうかなと思うので、これが好きだなと思う方はこの動画に高評価といいねをください。高評価といいねを押し一緒やんな。高評価とコメントと。汗すごいね。ご飯食べてるとさ汗かかない？あとまあ夏なのもあるってさ。こっちが汚くない面だな。拭いてないところ。口とか拭いたところで顔拭いたらね、汚くなっちゃうからね。汗すごいな。あとこの辺やっぱ日焼けしてんね。うん。あとここも軽く日焼け。違う、これ書いた後だね。ちなみにこれ会社行ってる格好ですよ。今日はこの和柄のガウチョ系のね、あのワイドパンツにこれでね会社に行って、仕事してる時はこうです。これね、こうやってカチャ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 ってやって、で、やってるかな。まああとは外出る時だけ帽子があってみたいな感じです。さあ食べちゃおう。喋りながら食うと30分ぐらいかかるね。
口の横についてる。まあ後で拭くからいいでしょう。ちなみに好きなものは最後のトップ派です。好きなものっていうかその時の中でもっていうやつかな。なんで今回はハンバーグがね最後まで残ってます。うんめーうんめーな。うん、このお弁当容器のさへこんだところにさ挟まっちゃったお米が気になるんだよ。できる限り取れるものは取って食べたい人間なんだよ。こういう風に綺麗にしたい。うん、取れた。うん、綺麗になった。うん、口の周りが気になっちゃってさ、すぐティッシュで拭くからさ、ティッシュこうなるのね。口拭いたティッシュがね、吹きすぎじゃない。改めて見ると吹きすぎじゃない。切っちゃいそう。飲んじゃおう。飲んだらごちそうさましよう。やばい、ゲップ出そう。ゲップ出ないように気をつけたい。さすがにゲフはちょっと。よし、ごちそうさまでした。うわやばい、ゲップ出そう。ちょっと休憩。なんかここにいる、ちっちゃおさん。炭酸飲むとゲフって。ゲフって出そう。はい、っていう感じでね、ゲフ出る前にやめちゃおう。はい、ってことでね、こんな感じで Vlog やっていこうと思うんで、よかったら高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。